昨日真冬が襲われたんですって、協力会。ああ、もう真冬と話したか。ええ、でもちょっと嬉しそうでした、八神さんが助けてくれたって。八神さん、源田先生、今日も来ないのか。いえ、昼過ぎには来るそうです。声はまだ元気ない感じでしたけど。そっか。それより昨夜頼まれた件です。足切って人の事件調べときました。俺にも聞かせてくれよ。先端創薬開発センターの元副所長、橋木徹さん、半年前に殺害された当時51歳、深夜神室町の路地裏で倒れているところを発見されました。誰かに殴られたようで、すでに意識はなく、その3週間後に病院で亡くなっています。3週間も？ええ、その間ずっと昏睡状態だったみたいで。誰か事件の目撃者？犯行そのものを見た人はいなかったようです。ただ事件の直前、橋木が酔って声を荒げてた姿は大勢に目撃されてます。相手は黒いレインコートの男。黒いレインコート？ええ、でもその続報はなしです。多分警察でもそいつを見つけられなかったんじゃないですかね。とまあ、ネットに落ちてた情報はこんなところでした。事件の大枠だけですね。いや、とりあえずは十分だ。梶平会長は橋木が計画的に殺されたと。ん？ああ、そう言ってた。でも本当に単なる喧嘩だったのか。ええ、実は僕もそう思いました。もし犯人の目的が橋木を殺すことなら、なぜその場でとどめを刺さなかったのかなって。つまりただの雪吊りの喧嘩だったから橋木は即死じゃなかった。いや、俺は逆だと思うな。え？犯人はプロで、しかも凄腕だ。なんでそう思う？ええ、どうしてです？なんでって、結果だけ見りゃこの犯人は人一人静かに殺してのけたわけだろ。もし殴ったその日に橋木が死んでたら、警察も殺しとして動く。だがよ、気失ってただけじゃ、よくある酔っ払いの喧嘩でしかねえ。そんなもん、神室町じゃ腐るほどあんだろ。確かに、事件から亡くなるまで間が空いたせいですかね。橋木が死んだことは全然ニュースになってません。一応、日本の科学界では名のある人だったのに。じゃあこの犯人は、橋木が致命傷か見極めて、すぐには死なないように加減した。そんなことできるんですか？だから犯人は凄腕なんだって。こいつは相当暴力を分かってるやつだぜ。だろ？まあ一理あるのは認めるけど、そう決めつけるにはまだ材料が足りない。まあな。材料というと？橋木殺しの捜査資料とか詳しい死因なんかも知りたい。となると、ここはまた綾部刑事の出番じゃないか。ああ、俺もそう思って、実は昨夜電話してみたんだがよ。なんだよ。今は例の黒い場に締め付けられて動けねえだと。しょうがねえな。だから代理の人間が話を聞いてくれるそうだ。例のカジノラマンでね。お前も行くだろ？ああ、もちろん。出発するか。This is kind of a random story. Oh, we're gonna have to wait. なんか。Oh, good. 俺ら出待ちされてたみてえ。Just what I wanted to do. 松金組のもんだぞ。なんでだろうね。
ずいぶん殺気が向けられてるような。お、お前もそういうのが分かるようになったか。もしかして俺ら強霊界とつるんでるように見られてるんじゃ。何にしても言い訳は聞いちゃくれねえようだ。That was amazing. You know, this could be a major battle. I'm gonna go smoke. Smoking always gets me going. I guess you get random silly stories.
どんな奴なんだ。さあな、向こうから声かけてくるんじゃねえか。そんじゃまあ探してみようかね。Maybe it's a woman. I had a feeling it was her.誰だ今の姉ちゃん。綾部の代理だ。あ、なんだよこれ。これ捜査資料か。ハシキが殺された時の。真冬が検察から持ち出してきてくれたんだ。真冬ちゃん。じゃあさっきお前といた姉ちゃんが。俺も最初気づかなくて怒られたよ。よう、お前も見てみろよこのハシキの資料。これハシキの経歴か。さすがの高学歴って感じだな。創薬センターの副所長になったのが4年前。ってことはお前が大久保の弁護をしてた時にはもう橋木もセンターにいたんだな。木戸と各研究に予算を割り振ってもいたらしい。となると橋木もセンターじゃ結構な権力者だったはずだ。こっちは現場の資料地図だぜ。ここが橋木の倒れていた場所だ。その1時間くらい前には近くのキャバで飲んでたらしい。でこれがそのキャバだ。店の名前はクイーンルージュ。あっこは結構高いのに羽振りがいいね。橋
橋木は一人でクイーンルージュに来てたのか。いや、もう一人同僚といたみてえだな。ん？例の小野ってやつとだ。じゃあ橋木は創薬センターからわざわざ神室町まで来て小野と飲んでたのか。そこで何を話してた。さあな。店を出た後、小野の方は橋木と別れて一人でタクシーに乗った。で、創薬センターに戻って木戸と話してる。タクシー会社の記録で裏も取れてるみたいだ。つまり小野にはアリバイがあるってことか。あと木戸もそうだな。ああ、橋木の方はタクシー乗り場でレインコートの男と言い合いになって、その後路地裏で倒れているのが見つかった。死んだのはその3週間後だ。ひどいな。死因は殴打による脳挫傷と。殴られたのは14、5発。手袋越しに殴られたとみられ、指紋は検出できず。これでやっと事件の大枠が分かったってとこか。で、次はどう動く？現場の場所が分かったんだ。橋木が倒れていた場所を見に行く。クイーンルージュって店もその近くだ。Shono, you know that Shono guy? He always has a depressed look on his face. I wonder if there's a good reason behind that. Maybe he's been keeping secrets for years that's been bothering him. Oops. Oh, damn. Luck extract indeed. That was the best cash I've ever gotten from a random fight.カイトさん、悪いけど橋木の役頼める？ああ、この辺だったな。こうか。さすが、死体役のオファー来る。ふざけんな。半年前、平日の夜11時過ぎ、店で一緒に飲んでいたショーのタクシーに乗せて別れた直後、橋木はレインコートの男と口論し、その後ここで倒れている姿が発見された。ショーノがタクシーに乗ったのは昭和通りだ。そこから喧嘩するために
わざわざ場所変えたわけか。ここの人気がない感じ。犯人は初めから橋木を殺す場所としてここを選んだ。そこまで言い切れるか。まあ刑事の勘ってやつ。誰が刑事だよ。ここはもういいだろう、タボ。事件から半年だ。何か証拠が残ってるわけでもねえ。ああ、そうだな。者たちもこういうとこ来るんだね。ショーノはともかく、ハシキは真面目じゃないだろう。カジヒラのスパイだったんだから。まだ開店前か。誰かいりゃいいけどな。すいません、誰かいます？どちら様で？まだ開店前です。それにうちは完全会員制でして。ああ、先端創薬センターの橋木さんいるでしょう。あの人からの紹介なんだけど。橋木さん？さあね。それに紹介ならご本人から直接していただかないと。橋木さんが死んだのは知ってますよね。半年前、この店を出た後、殴り殺された橋木さんです。あんたら誰だ？警察じゃないでしょ。神室町の探偵だよ。矢上探偵事務所。事件があった夜のことを聞かせろ。何なんだてめえ。そんな前のこと覚えてねえよ。いや、別にあなたの話じゃなくてもいいんです。この店、テーブルに女の子がつきますよね。できたら橋木さんのところについてたことを話したいんだけど。さっさと帰れって。うちがあんたらに協力する義理なんてねえよ。ちゃんと誰かの紹介受けてメンバーになったら話くらい聞いてやってもいい。ただ一応言っとくと、うちのお代は少々お高いんでね。そんなちんたらやってらんないんだよ。なら帰んな。よう、この店、今女の子募集中なんだな。ああ。じゃあ、この子なんてどうだ？即採用だろ。まあそうだね。悪くはないね。悪くはない？この女の子に。随分ハードル高いな。あのさ、うちは女の子の質が売りなの。そういう子はがっぽり稼げ。ただし質のいい子ってのは可愛いだけじゃないよ。それ以外、個性や魅力が大事なわけ。どういつもやかいとさ、あんた真冬に怒られるぞ。ハシキとショーノが何話してたか探るためだって。キャバ嬢として潜入できりゃぼっちりじゃねえか。バカ言ってんじゃないよ。そんなの頼めるわけないだろ。じゃあ、こっちの子は？沙織さん？無理だって。真冬でまあ悪くはないねだぞ。他にいねえだろ。誰これ？紹介してもらえんの？は？この写真じゃ地味に見えるけど。いいね。磨けば光る。俺にはわかるよ。星野君が前に言ってたんだよ。沙織さん。あれ実は相当いい女ですよって。マジかよ。あんたここの店長か。ああ。その女の子ぜひ連れてきてよ。実物見てみたいから。でよかったら文句なしで即採用するよ。任せとき。じゃあまたな。行くぞタボ。たくも期待してるよ。あんたたち
というわけで、沙織さんをキャバ嬢として送り込む。これ以上手っ取り早い道はねえぞ。簡単に言うけどさ、大体沙織さんがオッケーするか。彼女だったら食いもんで釣れる。美味しい和菓子の差し入れとかでよ、なんかとびきりのやつで。和菓子だったらしょっちゅう差し入れしてる。今さらそれぐらいで釣れるか。だからこれまで差し入れたことがないくらいとびきりの上物にするんだよ。ん？それってどんなの？俺が知るかよ。スイーツ探しはお前に任せた。たく言い出したのは海藤さんだろうが。何でしょう？ちょっと探してるものがあるんだ。おお、今度は何をお探しで？和菓子には目がない超甘党の女子が絶対に食いつくようなとびっきりの一品。やがみし、古典的な作戦ですね。今時そんなのに釣られる女子はいるのですか？いるんだって。作戦を考えるやつも引っかかるやつも。なのですか。ならばいつも通りユッターで調べてみますので、何か検索ワード。そうだな。それじゃあ限定和菓子で頼む。承知しました。そちらに画面を転送しますぞ。全然ダメです。999件以上、検索結果が多すぎます。全然限定品じゃないな。矢上氏よ、他のワードを追加して絞り込んでみましょう。少し減ったようですが、まだ全然多い。ターゲットはあんこが好きなのですかね？いや、割と何でもいける。だとすると違うワードにした方が良さそうですね。ダメですね。全然減っていませんぞ。限定の抹茶味はありふれたもののようですな。なんだよ、どこのメーカーも似たようなもんばっかり作りやがって。抹茶の線は避けた方が良さそうですな。違うワードでリトライしてみましょう。おお、素晴らしい。一つに絞り込めましたぞ。マジか、やったな。矢上氏？な、いや、残念ながらこれはハズレだ。違うワードでやり直してみよう。いいですね、かなり数が減りましたぞ。なるほど、軽眼ですね。お菓子そのものではなく、お店の方に絞って検索してみたのですか。ああ、新規オープンしたばかりの店の和菓子なら、さすがに食べたことはないはずだからな。さすが矢神氏ですな。ここからさらに絞り込むのは簡単ですぞ。ああ、神室町を追加してみてくれ。よし、減った。どれどれ。京都で有名な老舗の竹光が神室町の七福通りで新規オープンですぞ。ビンゴ、そこに行こう。でも矢上氏、これ限定品ですぞ。今から行って買えますかな。行かなきゃ買えないだろう。愛しの女子にあげるのか、はたまた別の用途か知りませんが、まだあるといいですね。とにかく助かった。サンキュー。ま、健闘を祈りますよ。
Would getting some good dessert really be enough to get her to do this? I would have to assume it's way out of her comfort zone. Extra drunk moves now. Let's use them. いらっしゃいませ。Yagami's got some drunken boxing in him. It's pretty awesome. ありがとうございました。You do run around like a drunk though. It gets very hard to control him. Hitori ikko gentei ka. Motto takusan hoshikatta kedo. Ma, kaita dake mashi ka na? Hitori ikko...なんか有名な和菓子屋がオープンしたみたいだね。列がないところを見るともう完売したのかな。この店、京都の本店がネットランキングで評判なの。神室町にオープンしてくれてラッキー。
I have no idea what that could mean. This is bad timing too. I can't even run straight right now. Huh. Looks like this is serious enough for him to run straight again. At least I have that geek head helping me out this time. And he's pretty good at his job. No, I don't have time for that. He should just tell them that there's a bomb. They would probably leave him alone. Wait, why am I collecting these? pigeons. I have no clue where the hell pigeons would be. Or a cherry blossom. Pigeons. Where could pigeons be? God, I have no idea. I need some hints. Does this mean game over if I fail this?
We're gonna trash this place. Oh, the staff's gonna have a lot of cleaning up to do. This guy's a pushover. I'm disappointed. Let's get re-drunk. I'm not drunk enough. I'll give me that and that. Jack Daniel's Gold.
where was I? Treats. How do we go from treats to bombs? This looks like... 困るんだよね。京都の老舗だかなんだか知らねえが、この町で商売するにはルールを守ってもらわねえと。ですから、ちゃんと役所には届け出をしています。だから、そういうこと言ってんじゃねえんだよ。他にも通すところがあるだろって話。まさか、みかじめを払えってことですか？みかじめ？さあ、何のことかわかんねえな。ただ、ルールを守れって言ってんの。ああ、ちょっとすいません。通してもらっていいですか？あ？なんだてめえ。兄ちゃん、悪いな。今大事な話をしてんだ。後にしてくれ。あの、限定の和菓子ってまだあります？え、いや、てめえ、舐めてんのか。今こっちが話してる最中だっつんだよ。兄ちゃん、こっちが優しく言ってるうちに消えた方が身のためだぞ。そっちこそすぐ消えた方がいいんじゃないですか。あ？こんな人前でみかじめせびってちゃ通報されちゃうよ。なんなら俺がしよっか。まさか片桐には手出さねえだろうと高く食ってやがんな。見くびられたもんだ。ちょうどいい。見せしめにこいつぶっ殺してこの町のルールを教えてやれ。ウォてめえ。今なら警察沙汰にしないで済ませてやるから、さっさとどこかに行く。くさ。ありがとうございました。あ、いやいや、大したことじゃないです。それより限定の和菓子が欲しいんですけど。すみません、今日はもう完売しちゃってて。売り切れか。くそ、もっと早くから知ってればな。あ、いや、あります、ありますよ。え、一般のお客様用とは別にテレビとかの取材用にいくつかストックがあるんで、それならまだ残ってるはずです。へえ、老舗ともなるとそんなのあるんですね。それ売ってもらえません？ご迷惑をおかけしたお詫びに差し上げますよ。あ、本当に？それじゃあ、みんな。それじゃあ、私はこれで。本当にありがとうございました。Damn, you gotta be really drunk to do the drunk moves. I kinda wanna just go to Sairori.
田先生、もういいんですか？ああ、さっき復帰したところだよ。あ、沙織さん、これ。あ、すいません。俺今ちょっと沙織さんに用が。ああ、こっちが先だ。話が。え？そこ、座れ。星野君から全部聞いた。下手な言い訳するなよ、八神。全部って？新谷の件だ。寄せつったのにお前、どっぷり首突っ込んでんだろう。星野君まで巻き込みやがって。前にも言ったのよ。新谷はあれでも、俺にとっては可愛い弟子みたいなもんだった。そのあいつが死んで、体中まるで力が入らん。昨日まで何食っても喉を通りしなかった。この上お前や星野君までやられたらどうなる。そうやって寝込んでいるうちにこうも思ったんだよ。こんなんでこの先もカムロ町で弁護士続けるのかなってさ。 I don't think so. Yeah, you do.Alright, give me a little bit. 弟子を殺されたのに泣き寝入りして、yeah. 何もなかったのでいられねえ。いられるわけがねえ。この町では戦う意志のねえやつが生き残っていくことはできねえ。カムロ町で生きていくやつらはみんながみんな上見て這い上がろうとしている連中だ。だから他の奴に食い物にされたくなきゃ、強がりでもあったりでもとにかくファイティングポーズを取り続ける。それができなきゃ今すぐ新谷が殺されたことも綺麗さっぱり忘れてこの事務所も畳むしかねえ。違うか？本気だよな。本気で新谷の仇取るつもりなんだよな。はい。よし。なら星野君のことも遠慮なく使ってやってくれ。うちも新谷の仇討つまで再三度外視で事件を追う。必ず犯人を突き止める。もちろん俺にもできることがあれば何でもやる。遠慮しないで何とも言えよ。ありがとうございます、源田先生。ただしこれ以上の犠牲者はなしだ。お前らに万一のことがありゃ、これもおめおめ生き恥さらすつもりはね。もちろん気をつけます。で、手始めにというわけじゃないんですが、俺が今力を借りたいのは沙織さんなんです。沙織君？ん？美味しかったでしょう。で、折り入って相談があるんだけど。無理です。そこをなんとか。ほら、お菓子全部食べちゃったろ。罠だったんですね。やり方が卑怯です。まあまあ、一日キャバ嬢って面白そうじゃねえか。ただその店の店長、なんで沙織君を気に入ったんだろう。大丈夫だって。別にナンバーワンになれって言ってるわけじゃないんだし。嫌です。格好さえなんとかすればキャバ嬢に見えるって。年だってごまけ。嫌です。さっきのお菓子気に入ったろ。また買ってくるから。嫌です。これちょっと無理なんじゃねえか。ええー、まあ実は俺もあの店長のヨタ話を真に受けるのはどうかな。僕はヨダ話だなんて思いません。一体沙織さんを何だと思ってんですか。いやでも沙織さん嫌がっちゃった。
それはお二人が沙織さんに失礼だからですよ。ナンバーワンじゃなくてもいいだろう、年がごまけるだろう。皆さんは沙織さんの本当の魅力を知らなすぎます。沙織さんなら絶対カムロ町のナンバーワンにだってなれますですよね、沙織さん。そこまで言われてしょうがないですね。え？私やります、カムロ町のナンバーワン。そう来なくっちゃ。じゃあ八神さんはまずドレスを選んであげてください。ヘアメイクもしなきゃ、少しぐらいお金かかっても構いませんよね。お、うん、でも俺が選ぶの？大丈夫、ここはカムロ町ですよ。キャバ嬢御用達の専門店がありますから、そこで選べば間違いありません。ただ目的はナンバーワンということじゃ。橋木が死ぬ前に翔野とどんな話をしていたか探るんですよね。そうそう分かってます。ナンバーワンを取るのはあくまでついでですよ。それじゃ参りましょう。やっぱりそう来なくちゃ。まあよかったじゃねえか。でもうまくいかなかったな。あとは怖い。大丈夫以外考えられない。八神さん、沙織さんのドレスですけど、昭和通りにルマルシェって店がありますよ。カムロ町のキャバ嬢御用達です。星野君、なんでそういうのに詳しいの？うちのクライアントにはキャバ嬢も多いですから。それよりドレスが決まったら沙織さんの写メを送ってください。その感じを見てメイクする美容室を検討します。本当は俺より君が付き添った方が良さそうだな。Hell, even I know where that place is. Yagami-san, please. I understand. Let's go. First, let's go to the dress.